番組からのご案内です。このみやきチャンネル各かりを YouTube でご覧いただいている皆様、ここら辺にありますみやちゃんマークをクリックしていただきますとチャンネル登録ができます。チャンネル登録していただきますと、この番組からの新着案内、また突然始まる生配信と呼んでおりますライブ版のご案内が届きます。お題はもちろん無料です。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録してんだけど案内が届かないよという場合は通知設定をご確認ください。通知設定とはこう画面がありまして、向かってこの右下のあたりにですねベルマークみたいなのがありまして、これに斜め線が引いてあると案内が届かない設定になっているとのこと。これをクリックしていただいてプルプルって震えるアイコンに変えていただきますと案内が届くとのことです。そして通知設定ちゃんとしてるんだけれど届かないよという場合、案内届かないよという場合は YouTube さんの何がしかの不都合、不具合でした、間違えました、不具合が考えられますので YouTube さんの方にフィードバックを送っていただけると助かります。よろしくお願いします。以上みやきチャンネルかっこかりからのご案内でした。それではみやきチャンネルかっこかり本編始まるよ。はじめましての方もご常連の皆様も、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。タレントのカンニング竹山さんのアエラドットの記事がちょっとした炎上をしておりました。その記事の見出しはこうです。カンニング竹山さんが疑問、 YouTube でなぜそんなに語りたがるというもので、 YouTube 配信などでなぜみんな解説をしたがるようになったんだと疑問を呈します。さらにそれが自分の意見、つまりは個人の感想ですであったり、解説の動画が緊急配信ですというところを笑い、その緊急だとするのは再生回数を稼ぎたいだけではないかと指摘します。その上でだんまりの美学があってもよいと、まさに自分の意見、個人の感想ですを述べられておりました。まさにみんな違ってみんな良いというだけに過ぎないのですが、これが話題というかちょっとした炎上騒動になっていたのは多分記事のこの箇所かと思われます。こういうことを言ってると竹山も黙っていろと書き込んでくる人がいます。お前もテレビで偉そうに語ってんじゃねえよって言われますが、あれは仕事ですから、出演依頼が来てコメントを求められて話をしているだけで、自分のツイッターや YouTube で何か意見を発信したことはないです。この後記事の中では自分に関係ないことでも偏った意見を拡散し、どっちかの味方をするにしても誰か傷つく人が出てくる、だから黙っておけシャラップと、だんまりの美学を推奨します。まさにカンニング竹山さんの自分の意見を述べているに過ぎないのですが、一方でだんまりの美学というのには一部同意できるところがあります。というのは、知らないことに何でもねパクッと食いついてペラペラ喋るというのは確かに大人の態度ではないからです。しかしそれでもカンニング竹山さんのこちらの記事に完全同意などできないのは、カンニング竹山さんもまた名古屋 CBC が制作し、全国的には TBS が配信しております昼下がりのワイドショー午後スマにてレギュラーコメンテーターをお務めになられているからです。その午後スマでは自分に関係ないことではああだこうだとおっしゃり、そして偏った意見を垂れ流す人がそこに集結しているからです。つまり YouTuber との違いはマスコミが関与しているかしていないかの違いだけです。するとマスコミの皆さんがどれだけ偉いのかという話になってしまいます。知らないことを調べもせず、また調べたとしても十分にその情報を咀嚼して理解することなく、自分の意見で上からまさんだよ解説すること、これには私も批判的です。そして結果的な誤報はともかく、ろくすっぽ調べもせずにペラペラ語っている YouTuber がいること、これもまた事実です。ただそれはカンニング竹山さんもご活躍されております実際上テレビ朝日が制作配信しているアベマも含めたニュースやワイドショーも同じことをやっております。その上で出演依頼があったからね自分の意見述べてんですよというのは、私の中では免罪符になんかなりはしません。それが免罪符になると思っているんであれば、それはマスコミ側の皆さんのおごりです。むしろ仕事だからと自分の意見や偏った意見というものをペラッ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 語る方が私には恥ずかしいような気がします。ただしカンニング竹山さんのこちらの作文の結論を述べておけば、アベロスと見ております。安倍元総理の悲劇を痛み悲しんでいるんです。そしてネットがプチ炎上をしたこちらの記事でもそこに触れています。原稿の結びに向かう前段にはこうあるんです。別に僕は安倍さんを擁護しているわけでも逆に反安倍でもないです。
亡くなったばかりで SNS などでまだわーわー言う時ではないのではと思いました。今意見を言わないと政治にうやむやにされるという意見もあるかと思いますが、それはわかるけど後で意見を言えばいいじゃん。親族だってまだ悲しかろうよ。今はまだだんまりの美学でいてくださいよと思った。これは私の推測にすぎませんが、いわゆるアベガーの皆さんにだんまりの美学を求めたのではないでしょうか。しかしそれを直接アベガーの皆さんちょっとお口にチャークなんて言うには、アエラドットの壁はなかなかに高く、また TBS 系のゴゴスマで求められるキャラクター、こうしたことをまるっと含めての忖度があっての記事ではないかというのが、これまさに私の個人の感想です。ただ一方で職業に規制はありませんが、仕事だから全てが許される、見逃されるという立場に私は立てません。安倍元総理が倒れた翌日、このミヤキチャンネルカッコ仮ではニュースの取説として安倍元総理の輝ける業績の一部をギュギュッとまとめてお届けしました。業績にフォーカスしたのは、悲しみだとか憎しみだとかイラッとしたこととか、そこを拡散するべきタイミングではないと考えたからです。もちろん大いに悲しむ番組があってもいいと思います。一方で貶めるかの番組をやっていたのは、むしろ地上波のニュースやワイドショーです。安倍元総理が凶弾に倒れたとの速報が入って以後、長く続いた心肺停止の報道の中、日テレ系のニュースエブリでは、わざわざ VTR を用意して伝えたのが森掛桜でした。その翌日の TBS の報道特集は、安倍政治の残したものは…として、わざわざこの安倍、カタカナの安倍政治。そして安保法制に戦争反対、ドンからドンからドンからなんてやっておりましたシールズの映像を使って、安倍元総理が禍根を残した的なみたいなっぽい報道を繰り返しておりました。数え上げればキリがありませんが、その中でも私が心の底から見下げ果てたのが、ジャーナリストの青木治さんとその企画を立てたアエラドットです。カンニング竹山さんがだんまりの美学を提唱されたアエラドットの記事です。安倍元首相銃撃事件でジャーナリスト青木治氏が感じた不気味な兆候とは、と題した記事が配信されたのは、安倍元総理が凶弾に倒れた翌日の令和4年7月9日の13時22分です。その書き出しはこうあります。安倍元首相が選挙演説中に銃撃され死亡するという前代未聞の事件から一夜が明けた。犯行の動機や背景は未だ謎に包まれているが、安倍三代朝日新聞出版の著書があるジャーナリストの青木治氏は、今回の事件をどう捉えたのか、緊急インタビューした。大切なことなんでもう一度言っておきます。緊急インタビューした。カンニングの竹山さん、こちらの記事にも緊急見つかっちゃいました。何のことはない YouTuber が緊急です、緊急配信ですとするのは、マスゴミ、あ、間違えた、マスコミの皆さんのカーボンコピーか、あるいは当てこすりなんです。そしてこの青木治さんのインタビュー記事というのは、カンニング竹山さんが控えた方が良いと言った自分の意見だというところを記事から紹介しておきます。これは妻の明恵さんも言っていましたが、その期待に応えるため自らが描く偉大な政治家像を演じていた側面もあったのでしょう。そんな安倍氏は首相として7年8ヶ月という歴代最長政権を成し遂げましたが、客観的に見てそれに見合うレガシーを残したとは言えません。だから首相退任後も影響力を保持しようと躍起になり、自らの政権を否定するような動きには公然と横槍を入れたのかもしれません。その上で、次の段落にて、その振る舞いは見苦しいものだったと私は思います。その振る舞いは見苦しいものだったと私は思います。なんて自分の意見で貶めているんです。何のことはないカンニング竹山さんのだんまりの美学を求めるその対象というのは、マスコミの皆さんであり、何よりもご自身が連載を持ってその記事を書かれましたアエラドット。アエラドットにこそ言えるという話です。ジャーナリストの青木治さんが見苦しいという発言をしたのは、記事の配信時間から逆算して翌日の午前中かその前後と見ることができます。だからカンニング竹山さんの記事が小さく炎上したのも、ネットの中には
マスコミの皆さんへの不満があったと見ることもできるんです。ただし海外のマスコミは必ずしもそうでないことは紹介しておきます。日経新聞が紹介したフィナンシャルタイムズの記事の見出しはこうあります。安倍晋三氏、日本政治家で比類なき影響力。有料記事になるのでかいつまんでの紹介となります。自民党の政権復帰の立役者と込み出しを打ち、女性活躍を目指したウーマノミクスを紹介します。実際に女性の活躍を後押しする UN ウィメンという団体は安倍元総理の悲しみに公式のステートメントを出しております。他にもフィナンシャルタイムの記事では、アベノミクスと TPP、 これらの実績に加えた優れた外交手腕と、賛辞を惜しみもしません。つまりだんまりの美学どころかワールドワイドに常識がないのが日本のマスコミの皆さんだという疑惑が。ジャガーン。ジャーナリストの青木治さんは、安倍元総理が凶弾に倒れた翌日、アイラドットの取材に、長期政権に見合うレガシーがないなんて自分の意見をおっしゃっておりました。対してフィナンシャルタイムズは、2年前に安倍元総理の自伝を書いたという政治評論家のトバイアス・ハリスさんのこんな言葉を紹介しておりました。安倍氏を現代日本の政治においてユニークな存在だったと見ている。長く政治指導者の地位にあり、国内に多くの政治的遺産、これをレガシーと言います、を残したというだけではなく、日本の国際的地位に歴史的な変化をもたらしたためだ。なお、日経新聞が記事として配信したのは7月11日でしたが、オリジナルのフィナンシャルタイムの記事は、イギリス時間の7月8日、すなわち安倍元総理が倒れた直後に配信してくれているんです。なお、フィナンシャルタイムズの記事でも盛りかけ桜には触れております。ただし、そうした批判があったと短く紹介するにとどめております。他国の政治リーダーが倒れた時、その業績を評価し、仮に思うところがあったとしても、そこはだんまりの美学を決め込む。それがフィナンシャルタイムズ。一方、自国のリーダーが凶弾に倒れても、レガシーがなく見苦しいとコメントするジャーナリスト。それを倒れた翌日に緊急配信してしまう朝日新聞系のアエラドット。その姿はまるでこうです。安倍が郵便ポストが赤いのも電信柱が高いのも、みんな安倍が安倍が安倍である限り叩き続けなきゃならないから、とにかくね、安倍がって言ってればね、もうね、なんで無視してね、安倍ちゃんもういないの、甘やかしてくれないのね。あ、バレちゃったと、冗談はともかくとして、 SNS の時代、だんまりの美学も結構なんですが、これやってしまいますと日本がおかしな方向に進んでいってしまいます。なぜなら今、安倍側の皆さんは盛大に歴史を書き換えようとしているからです。例えば、実写版進撃の巨人にて世界を悪い意味で驚かせた脚本を書いた映画評論家の町山智弘さんはこんなツイートをしておりました。森友学園と安倍夫人の関係を隠すために公文書を改ざんさせられたことを苦に、赤木さんが自ら命を絶ち、遺族が政府を訴えましたが、政府は賠償金を払って責任を認めました。だから捏造ではなく事実なんですよ。これははっきり言ってデマです。動機と事実がすり替えられております。しかし、このデマを今 SNS の皆さんが声を上げることによって、つまりは事実を指摘することで、映画評論家さんのデマが消えた、やったとばかりに正しい情報が拡散されていっております。我々は微力ですが、無力ではないことを確認する今日この頃でございます。なお、あんまりご自身が得意でないジャンル分野に関しては、だんまりの美学いいかもしれません。というわけで、我々はぜぜひひで頑張っていきましょい。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の番組をお楽しみいただけたのならば、いいねをクリックしていただけると嬉しいです。こちらのメルマガ版、メルマガと言っておりますが、メルマガ限定のライブ配信なんかもしております。そこではかなり踏み込んだお話もしております。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。Thank you.
坂以降安倍晋三完全勝利席というものが出ながらにモルゲストよと答えたんですが、モルゲストよかって紹介しちゃった。赤が勝ち、羽生くんすごい、宇野くんすごい、日本別にすごくない。だってあなたに会えたからと。番組最後の最後までお付き合いいただいた皆さん、突然ですか、じゃんけんタイム。いや、じゃんけんチョキ、私がチョキなのでグーを出したあなた、グッジョブ、おめでとうございます。私と同じチョキを出したあなた、違いますね、あなたと私で 1,2,3 のトリプルピース、そしてパーを出したあなた、さよなら、さよなら、さよなら、淀川長春かい。それでは本当のバイバイ。